負けたけどな。今日は殺していいんすか。そうそうそう。あかん、ちょっとダメダメダメ。こいつヤンキーやった、忘れてた。格闘家の前にヤンキーやった。こちらハッスル、信用が売りだ。純度 100% ヒップホップパック。こちらハッスル、信用が売りだ。純度 100% ヒップホップパック。今日、この間、11月の、はい、じゃあ12月、はい、K1 あったやんか、大阪大会誰出た？ひろきくん、あと裕次郎さんとか出たな。そのひろきくん、惜しくも負けてはったな。惜しくも負けてたっていうか、もう情けないやん。あ、それに怒ってんの？うん。また突しに行くんか？突しに行く。悪いなお前。で、ほんで気がスパーリングするつもりなの？違うな、だからもう体で教えないのは一応分からへんから。あ、もう指導すんねや、ひろきくんのこと、うん。はい、大丈夫。生きたら、ほら、マークな。ヤンキー、ヤングラックの人はしょみたいな。誰がこんなとこに来んねん。怖いわ。悪道やからな。うれぇ、ひろき、久しぶり。久しぶり。もう寒いやん。寒いわ、もう。もう寒いなと思ってる。寒い。お前、久しぶりに会った一言が、お前、寒いわ。いや、寒いやん。びっくりした。何？いや、この間 K-1 大会お疲れっていうので。あ、ありがとう。これちゃんと手土産とか持ってくるな。あ、こっちも取ってんの。おめでとう。ありがとう。これは負けたけどな。今日は殺しいいんすか。今日はディノジリが、ヒロキ君格闘技教えたいらしくて。あー、なるほど。格闘技知ってるみたいな感じのテンションらしいです。さっき言っといていい？指導中に乗り込んでアンチ増えへん。そこはいいか。どこ気にしてんの。うちの多分あの事務生とかも多分電話好きな人と何人かおった。あ、マジっすか。うん、では言いにくくしてる声中。今日は潰し。いや、今日はな、あの前の大阪大会、その前の大会も負けたやんか。そう、うん、2連敗中っすね。やんない、はい、情けないと。戦い方変えてから勝ってないじゃんってな。お前ぐらいでそんな偉そうな。格闘家捕まえて。そうですね、スタイルちょっとチェンジをいろいろ試しとって勝ててないですね。うん、勝ててないよな。やのに今何もらったんしゃれ。ありがとうございましたか言ってもらってたけど。いや、演技としてもらうって。手土産持ってきてくれて。いや、まあ、僕戦い方変えたことに対しては僕すごい賛成やったんですよ。アホなっても嫌じゃないですか。あ、今後の人生もあるし、はい、じゃあ勝てよって怒ってんだよな、要は。勝てよ、悔しかったよな。なるほどなるほど。で、こういう風に会いに来て、うん、俺が愛ある指導できる、あ、愛ある指導できる人って、うん、俺しかおらへんなと思ったんですよ。だから僕はそういうファンの人のためにも、ヒロキのためにも、ファンを代表して。そう、めんどくさいファンもいますね、ヒロキの。お前を指導しに来たと。あ、指導してくれるの。指導してくれるの。そう、さっきもあのカメラで言ってたけど、オープニングで自分偉そうにしてるけど、俺より年下やろ。そうな、はい、な、3人を相手にしだしてさ、うん、ボコボコにさせてさ、僕のことを。で、殴らすだけ殴らして、メンバー入りさせますって言った後、一切呼んでくるでしょ。いやー、まあ、忙しい、そうだしな。そうですね。こういうやつよね。こういうやつ。電話でもこの半年とかに強まったし。そう、僕も。試合とか出てたよね。そうなんですよ。で、僕は負けたけど、勝ち切りました。2回目の試合は。だ、一勝いっぱいじゃん。一勝いっぱい。え、何？あ、スタイル変えてからんだけど。2勝？あ、2戦？2戦2敗ですね。殺そう。決めた。じゃあ今日はスパーリングするというか。あ、スパーリングしてくれるんや。うん、スパーリングして教えよう。体で教えたじゃないか。なるほどなるほど。ヘッドギアは持ってきてる？え、いないよ、そんな。ヘッドギアなし？あ、自分の？あ、違う。大丈夫ですか？ヘッドギアなし。俺全然いない。自分はチケや。あ、俺ガチ行ってもらうかな。あ、指導スパー。スパーね。オッケーオッケー。また仕切りなすったよ。はい、じゃあじゃあ、こいつね、ほんま前の動画とか見てもらったら分かるんですけど、すぐあの回し出しから MC 行くせやるから。 MC 行くせやるから。僕下手やから。オッケーオッケー、分かりました。じゃあ教えてください。はい、僕は今日は、じゃあ武者修行企画みたいな感じでね、ネオジが教えてくれるとかに。うん、そうやな。お願いします。あ、いつも通りだから練習して。だからそれに結構言うたりもするし。あ、まず、オッケー。ファン代表してるからな、偉そうにしてね。だってファン大切やろ。ファン大切ですね。その代表やから。ファンもこんなもん。ファンも嫌がるわ。オッケー、まあ
じゃあ練習させてもらいます。よし、いろいろ教えてください。お願いします。じゃあ今日はよろしくな。お前らはこれ連れてきた。いや、ちゃんと僕ら時間通り来たじゃないですか。なでも急にカメラ回してる人いて、この人おった。いや、そうなの。僕らも全然なんだ。誰今日だって1本取ったやん。いや、それ来てる。こっちはボコボコにします。そうです。 OK、 K1 も電話しちゃったら怒らへん。いや、そうなんですよ。 OK、 OK、 はい。緊張感あるな。緊張感ありますね。急に緊張取られる感じね。公開練習ぐらいしかないもん。しかもヤジ飛ばされるし、ね、ヤジなんですか。指導っすよね。指導です。対応とか指導やね。はい。バリシモテやん。はい。ごめんなさい。これカメラ回ってる。あの、ちなみに使うかもしれない。使おう、使おう。お願いします。お願いします。ワンツワンツワンツ。近いな。はい。あ、電話さんに持ってもらったやつ。うまい。はい。あ、持ってください。え、じゃあ、え、ようさん出ないやつとかですよね。じゃあ、1ラウンド目はじゃあ、まず持って。そのあと、俺行くから。ワンツ、続く。いいよ。いいやん。腰から回しな。そう。そう。枝や。自分の手は枝やぞ。体は木の実や。はい。近い近い。はい。その距離ちゃうやろ。はい。そんな距離やったらジャブ打たんでええわ。はい。ストレートそのまま入るわ。ちょっとあかんな。外に出てるな。髪型とか。髪型じゃん、イケてる。髪型とか今時の子や。いいね。そうそう、それやろ。レイジ君パンチ出してみ、当たんのじゃ。そう。相手何もせえへんわけないからね。相手意識せんからサンドバッグして。ミット持ってもらってる人に失礼よ。はい。撃ったら出るね、撃ったら。そう。撃ったら出ろって言ってない。ああ、もう全然わからない。こいつ撃ったらそのままここに乗るから。ほら、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 撃ってその場におるからもらうんやろって。はい。え、もらって、え、だから今までのスタイルだったらそのまま撃ったでもええわ。はい。そやんな。だって撃って、俺もらってでも行くからっていうスタイルって。はい。でも今スタイル変えてんやろ。何のミットなんだこれ。そうな、撃ったら出ろよ。はい。な、足使わない。そうやんな。はい。足使わされてやんやろ今後も。はい。もう変えたん、スタイル変えたん。そうですね。はい。いや、打ち合うのスタイル。いや、まあ要所で打ち合うんですけど、まあ基本的な足使うから。そうやんな。はい。全然足動いてなかった。はい、すみません。次行け。名門校の監督ぐらい。次行けよ。え、じゃあ次キックで。あ、そう。はい。腹手つけてな。いや、初めてあんなヒロ君の姿見ちゃいました。ヒロ君のファンも見るわけやん。いかついな。ハートが思われる。まあじゃあでも、まとえてほしいな。あながち間違ってもない。そう、なんか練習ってさ、やればやるだけ強まってるっていう概念のやつって弱かった。あ、そうなんだ。うん。え、ヒロ君。はい。え、毎日練習してんの。まあ基本的にそう。やろ、負けてるよ。あ、やっぱ意味のある練習と悔しかったよ。そうそう、やった気でおったんかな、俺が。そで、おじさんもそうなった。いや、できればできれば。あ、腹いらんす。あ、腹いらん。いらん。え、腹殴ってます。お願いします。よし。です。あ、僕じゃあこっちの。あ、そうか。はい、そうか。よし、よし。あとさ、はい、自分こうやって体でこうやって避けるやんか、はい、これ体で避けて2発目のパンチ避けれるの。ああ、そうですね。俺足近いやろ。この状態になったらもう足効かへんから。はい。おい、ナイス。おい、ミドルええねんか。もっとミドル蹴れよ。はい。試合で、はい、蹴ったか今日。何もなあ、はい、パンチに頼りすぎやな、試合の時に。はい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 。いいよ、そういうことや。俺ビビってへんし。はい。
ワンツー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 キレイ君イラついてるんですか大丈夫はいあいいよお前冷た冷た見たはいここまでいいじゃないっすよいいじゃないっすよいいよカード下がってきてるはいごめんなさいタイマー回ってたやんかそういうところはちょっと冷たい冷たい冷たいパンチ打ってからの避難しようか冷たいパンチはいはいはいパンチ打ってからの避難でしストレートの方がいいかはいはいいいねケロ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 いきますワンツースリーフォーファイブシックスセブンエイトナインお前選手よりあのこれの方が似合ってんじゃんいやでもなんか言ったことあながちね間違いじゃないんでちょっとまスパーですかスパーでちょっと教えてくださいお願いします、うん、まさやな蹴りどんどん使っていけよはい、オッケーです今日のスパはいっぱい蹴るって感じねオッケーオッケーじゃあ今日今からスパーリングということではいはいじゃああの体で教えるお願いしますじゃあやろうかレディファイル行くよレディファイルお願いしますおお、ナイスいいねヒットハンドできるよできるガツガツちょっとカメラ止めてどうしたのあかん止めてあかん止めてあかんあと何十秒あと何十秒ボディ聞いた2ラウンド目向こうで放映されるからええとこちょっと見せろよ5 4 3お兄ちゃんやろお前の2 1お願いしますよしあちょっと一個いいはい忘れてたアドバイス渡すの忘れてたあああったなんか気になるね1ラウンドアドバイスとしてはやらんといてほしいけど、はい、ミドルの後、膝やなあーもったいないわかりました詰めてんのにはい再開しますレディーファイトよしはい、ガンガンかけて
すぐに垂れ抜きすぎやぞ。はい、頑張れ頑張れ。疲れたんか。3、2、1、終了。よし、ありがとうございました。まあまあやな。あ、まあまあすか。出会った。ただ一個言うのが、あの向きになったら、俺がパンチ打つやん。ほなパンチ打ってこ。あー、なるほど。わかりやすい。はいはい。あ、まあ俺クラスになればわかる。あ、いや、それ踏まえてもう一ラウンド。でもひろゆきももうちょっと分からへんかったとこあるみたいやから、もう一ラウンドやりたい。それ踏まえて、そう、やりたいらしい。向きにならんように、はい、お願いします。こんな教え子おれへんって、こんな向上心の塊。レディーファイト。よし、今度青でいけよ。そうそう、今度は火つけていこう、ひろゆきと一緒。いいね。おほ。そう。もうちょっと遠い距離で待たないでやる。そう、いいね、いいね。いい距離保っとこや、ちょっと。でけ、どんどんでけ、どんどんでけ。みんな熱くなってないよ、ヒロキ君が。来いよ。あ、いやいや、逆に来てください。来い。熱くない。気にしてる。そんな弱いんですか。それでもグラングランするわ。なんかちょっとダメ、ダメない。こいつヤンキーやった、忘れてた。格闘家の前にヤンキーやった。お願いします。ごめんなって。長いわ。お願いします。手にまで打てよ。おい、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 ナイス。おい、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 これもうダウンですよね、デッキとしては。いいやんか。あと残り13秒残ってるからね。よかった今の動きは。いや、まあ、多分熱くなっとったかな、自分の中で。ああ、もうちょっとくればいいか。そうですね。お願いします。いや、これ全然食べよう。最後に試合みたいな、試合みたいな、最後。試合みたいな、最後。試合みたいな、最後。3、2、1、終わり、10秒。今の終わってんかってやってた。たもん勝ちだって言えたもん。いやでも普通に強いっすよね。いや、どうなんすかね。全然普通に、やっぱアマチュアで日本チャンピオンになっただけあるっすよ。大丈夫。おい、どうした。酒もらってこい。返してもらって。あんま手土産返却出ないよ。手土産返却初めて聞いたっすよ。ちょっと息整え、ちょっと久しぶりに体感でもしますよね。そうですね、はい、ボディ聞いてないんだ多分。演技発生。あー、聞いてた。僕長い好きやから分かるけど、多分めっちゃ聞いてる。俺あの試合前の目になってると思うもん、自分で。めちゃくちゃ聞いてる。はい、ということで、レンおじさんと、指導してもらって、スパーマンでありがとうございました。ありがとうございました。うん、全然。どうでした、僕、動き良くなっていってました、スパー。そやな、そのミッドの時は全然あかんかったけど、はい、やっぱスパーで、やっぱ対人で教える方がやっぱやりやすいわ、俺も。ああ、やっぱそうですね、うん、そこそういう面でね。うん、でも普通に強い。いや、そうですよ、言うだけのことある、大事大事でしょ。なんかこのキャラで持ってたらあかん強さしてる。確かに確かに。やっぱパンチの打ち方も特殊やし、はい、蹴りもなんかピシャンって蹴ってくるし、やっぱアマチュアのね、日本チャンピオンやったから実力はあるよね、うん、そうですよ。ちょっといじっていいんしか、誰なんしか。押しかぶってるやつ、なんか言うだけのことあってみたいな、偉らしい。ごめんなさいね、うちのマネージャーです。マネージャー、ごめんなさい、僕、外の人もいじっていく。キャラが行きたりやつ。ずっと刃持ってるから。
や、でもほんまにね、はい、むちゃくちゃ良かったけど、やっぱもっと試合でも蹴りとか使ってほしい。でもほんまに格闘技好きで、うん、で自分もしてるやんか、うん、まあまあしてるからできるとはまた別やけど、言っとうことはもう間違ってないからね。そう、でも僕もそのひろきさんレベルじゃないけど、ここからもひろきさんって言わせてもらいますね。ひろきさんレベルじゃないけど、やっぱこういう練習ではできるけど試合ではできないってザラにあるじゃないですか。まあ練習でしてる3割出たらいいぐらいやもんね、はい、ほんまに。だからあのひろきさんが向きになる気持ちもわかるし、だからこの今日ファン代表としてきたんで、ちょっとファンの皆さんに言いたいですけど、ひろきさんの応援をずっとしておいてほしいし、あの引退するまでで、ずっとこのストーリーを見て、引退した時に悪口みんなで言いましょうね、か、まあ、もしくは褒めるか、どっちか、ね、まあ、ぜひ褒めてほしいけどね、うん、あの悪口の方にいかんように自分で頑張って。それは自分で、まあ、でもほんま、2022年はちょっと結果にこだわっていきたいんで、はい、はい、これでもほんまに正直そこそこ格闘技好きな人とかがファンとかが思ったことって別に俺に言われへんやんか、目の前でこうやって、うん、でもこうやって目の前で言ってくれたのはやっぱ仲間として嬉しいし、うん、ほんまにそうやと思うから、はいはい、そうそう、俺がトレーナーとかに言われたことを普通に言ってきたし、うん、プラスアルファで言ってくれたから、うん、普通にやっぱ仲間として嬉しかったから、うん、仲間として買ってほしいから。だからこう言われたら、でも試合前とかなんか DM とかないよ、ヨンさんしてくれるって。あのさ、あいつ格闘技やったことないから分からんすけど、やっぱ試合前ってこう自分のモードに入りたい人もおるじゃないですか。まあ、俺結構ラフ知らんねん、お前のことなんて。俺は一人の人間として言ってんの。使われにくいな、お前。感触持ちやん。仲いいのか悪いのか分からない。ただの感触持ちやん。仲良くさせてもらってるはずです。ちょっとなんかさ、こう喧嘩自慢とかはさ、まあまあ地方やからさ、こう、取れへん時もあるやろうから、ちょっと違うことでもコラボしていきましょうよ。ぜひ。いや、僕ね、思ってたこともう一回言っていいですか。ヒロ君って、その、喧嘩自慢でこう言うたらメンバーでが戦ってるじゃないですか。戦ってるでしょ。うん。ふんとか言えよ。こうやってたら俺が見えてへんから分からん。怖い。そのまあヒロ君も武者修行企画とか、はいはい、いうのでは出てるけど、ヒロ君がやってるのってまあ出てないです。はい、他のなんかしてることって。はい、で僕のチャンネルでヒロ君を使って。なんていうの、ドッキリやったりとか、うん、そういうスイーツバカ食いしてるとことか、お肉をやりたいな。あ、そう、ヒロ君と、ヒロ君と電話してぼったくりバー行ってほしい。ああ、そういうのあくどやしな、うん、こうヒリヒリしたところとか、はいはい、まあ例えばね、そういう企画とかを、まあ、ヒロ君のチャンネルはしないじゃないですか、喧嘩自慢企画。そうだね、今はね、うん、でヒロ君ってもう言うたらスターじゃないですか。多分生で会った人とか分かると思うんですけど、オーラがもう出てるんですよ。あの MC 異様にうまい、ね、そう、あこいつ俺のが回しようし、マジで俺のが YouTuber やのに。どっちかというと YouTuber。 そうなんですよ、マジで回してほんまにうまい、はい、見てて完成しますもんね、すごいな。だからもっとこっちのチャンネルでヒロ君がしたい企画とか言ってきてもらって、ヒロ君の良さはもっと出せる。そうそうそう、バラエティー系を、うん、やらしてくれるんや。スターがある、スター性があるから、もっとそれヒロキさんを打った方がいい。だからヒロキチャンネルでは喧嘩自慢の出るメンバーを押していって、ヒロキさんを売るのは、まあ、いろんな僕らだけじゃなく YouTuber の知り合いとかじゃないですか、はい、だからそういうところに出てってヒロキさんをもっと売っていってほしいな。わかりました、ありがとうございます、はい、まあほんまはね、こんなんで売るんじゃなくて自分の戦いで見せろと。これで今職業してんちゃうん、これで職業してんちゃうん。ヒロキ君どないしたいの。まだまだ出てくる、られるわ。お前は戦ってないとか言われたり。いや、本音はそうですよ、本音は、まあ、そうですね、まあまあ自分の本職でも結果出して、うん、まあ YouTube も、もう YouTube が好きで、もともと、もともとというかもうこの YouTube しだしてから YouTube 好きやから、ちょいろんなチャンネルとかも出ていきたいし、はい、ぜひバラエティもしていきたいので、ぜひ読んでください。ぜひあのまた練習来させてください。あ、ぜひぜひ来てください、いつでも。だからヒロ君の指導は今日で終わり。もう卒業だ、もう。英語字学校から卒業できた。そう、あ、そうね、よかった。いや、じゃ次負けたらまた来るで。あ、指導に。それ背負って戦って。あ、オッケーです。またあいつに何や言われなあかんと思って。あ、行っちゃって。ほんま怖いよ、この人マジで。えぐい。いや、カメラ映ってないけど結構な人数ビコンなんですよ。まあ、ということで、はい、電王子さんやっぱね、こう結構俺と電王子の絡みで人気やったから。あ、もうめっちゃ多いですよね。でもハミゴにしてたでしょ、僕の。いや、ハミゴとかじゃなくて忙しいやろなと思って。スターひろきチャンネルの俺コメ欄で全部見てんねんけどさ、めっちゃいいね。電王子はとか言う人誰も、みんなトシ君。え、おったっすよね、最初の方ね。おったっしょ。おっとおった。全然俺トシ君ばっかり気悪ら思ってすぐみんなやったけど。でもまだ俺さ、また電王子の喧嘩しまんみたいなのでコメントちょっとあったらさ、こう気持ち変わるんじゃん。あ、出るよ。出るお願いして出させてもらう。ファイリーも続けた。そうだよ、だって地方行っても料理とか全部俺が出してるしさ。あ、そうなんすか。ご飯も全部俺。ええー。恵まれすぎでしょ、このメンバー。
あと戦ったらやけでしょ、戦って結果出したいだけでしょ、恵まれすぎでしょ、もっときちんと戦んと、お前負けたら両手で出せよと超ブラックまあでもただでも俺がそうしてほしいみたいにやっぱ戦ってる人はリスペクトしないとね。そうですね、うん、なんでちょっとこれからまあ出るんやったら僕もちょっと地方旅行連れていくんで、はい、まあ、負けたら僕自分でだから地方行って地方のなんか街ロケとかし、ああ、そうそう、一緒にできたら、うん、そうですね、な、はい、そうしました。そういうひろきさんの素のとこを見たい人はデモジチャンネルをよかったらチャンネル登録お願いします。あ、ごめんなさい、売名してお願いしますもう十分でしょまあということで、今日はデモおじさんがちょっと僕を指導しに来てくれて、まあまあ、あの耳が痛いこといっぱい言ってくれたんで、ちょっとそれをあのちょっと胸にして、練習頑張っていくんで、また応援よろしくお願いします。お願いします。頑張れ。はい、頑張ります。ありがとうございました。